どうも、たまたまブラザーズです。兄のよしきです。スペシャルゲストを呼んでおります。僕の大阪桐蔭の2つ上の大先輩の甲子園でもホームランを打っている山中司さんという方に来ていただいております。司さん、よろしくお願いします。こんにちは。司さん、今日ははい、お願いします。今日は司さんに来ていただいたということで、はい、やりたいことがあるんですよ。何ですか？仕事編。ほう。大阪桐蔭で僕ら甲子園でホームラン打ってるじゃないですか、はい、仕事でも活躍できているのかっていうところを、はいはいはい、YouTube でね初めて撮るんですよ。そういうのをちょっとやっていきたくて、はいはいはい、お願いしてもいいですか？仕事何聞かれるんですか？いや、まず、はいはい、今日司さんの家にお邪魔してるんですけど、はいはいはい、僕がまず気になることがいくつもあるよ。はい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 。ちょっとテレビでかすぎちゃう。えぐないこれ、何これ、こんなやん。あ、どこの風景なんすか？どんなとこ住んでるんすか？ほんまこれほんま自宅に入れるのそもそもあんまり入れたやつがいないんですよ。後輩もあんまり入れへんし、結構だからお前がここにおるっていうのが新しいね、まあ、新しい今日は司さんの家に潜入させていただいてるんですけど、まずテレビと外の風景えぐいぞということで、これはじゃあ仕事でも活躍してるんじゃないでしょうか。はいはいはい。まあ、司さん、僕が知ってる限りでは、うん、某外資系金融会社で働いておりますっていう、うん、あの僕は知ってるんですけど、はい、まあ、簡単に僕の説明をすると、大学4年まで野球を走り切って、そこからまあ引退して普通の一般企業のサラリーマンに入ったね。はいはい。でそこからまあ2年ぐらいかな、2年ちょっと仕事をして、今の会社外資系の金融会社、まあ、くくりとしては外資系金融になると思うんだけど、そこでまあ約今3年半ぐらいなのかな。あ、3年半で今に至るって感じかな。なるほど。仕事としては基本的にお金の先生。お金の先生、うん、今じゃあ大阪桐蔭で甲子園でホームラン打ちましたけど、みんなびっくりよお金の先生を山中司さんはやっておりますと、はい、せやな。ちょっと詳しめにとか今はね言える範囲でいいんですけど、言える範囲で言うと、うん、さっきも言ったけどお金のまつわる話いっぱいあるじゃないですか。あるわ。お金ってなったら、まあ、税金から相続とかいっぱいあるよ。そう、保険とか給与制度とか医療システムとか、うん、まあ、そんなのをかなりまあ人よりはまあ勉強して、まあそれを情報提供して、でまあお金の使い方とかお金の貯め方とか、ほんまに先生みたいなことしてる。そうしてるよ。堅い仕事してるよお前。大変やなお前。ほんまに先生や。大変よ。司さんは何に特化してんの、うん、そのお金の分野で言うと。まんべんなくやけどな。やっぱり逆に特化するっていうよりは幅広い知識を持った方がまあ引き出しが多いから、お客さんにメリットが与えられるっていう考えやから。なるほどなるほど、うん、あ、じゃあいろんな引き出しを持ちながらお金の先生をしてると。そやな。まあいろいろあるやん。今住宅ローン組みましょうとか、ローンって何パー、金利が何パーセントとか、はい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 、そもそも何本の家買ったどうのこうのとか、うん、車もそやな。車もローンが組みますとか、まあ子供生まれたら学資保険、学資がどうとか、教育資金がどうとか、はい、老後資金がどれくらい貯まる、そうなんて意外とみんな知らないんですよ。なるほど。そこをまあ数値化して教えてあげて、こんな教育しなあかんねんっていうのを思ってもらって準備してもらうっていう。へえ、すごいですね。それをまあ金融商品を使って手助けするって感じかな。なるほど。仕事の話めっちゃしてんな。大丈夫かな。大丈夫です。めっちゃ知りたかったんで。せやな。はい。まあ、僕は皆さん知ってると思ってるんですけど、まあ、一度テレビにも出させていただいたんですけど。見たよ。あのオーダースーツ屋を見たよ。やっております。うん、で、この司さんにもね、うん、何着でしたっけ。何着よかったらな。4、5着は行ってるよな。4、5着は行ってる、行ってる、全然行ってるから、うん、お作りしていただいてるんですけども、うん、今日は、うん、司さんの家に来たということで、うん、そのスーツを紹介していただけるそうです。ちょっと待ってください皆さん。司さん、ありがとうございます。お願いします。司さん、今ちょっとスーツ取りに行ったんですけど、このカメラに司さん入ってます？結構ね、顔が入らないかもしれないですよ。カメラに入ってるかな、これ心配やわ。司さん、いつもは結構ヘラヘラしてますけど、ちゃんとお金の選手してるみたいです。愚痴ってたな、お前今絶対愚痴ってない。お前、俺スーツ持ってこさせて、お前めっちゃ愚痴っとったな、お前。いや、言ってないです。持ってきたからお前。ありがとうございます。まあ後でお前、オンエア見てお前分かるからな、お前絶対お前言ってたよ。愚痴って愚痴ってませんよね、お前。こんな感じかな。愚痴ってませんよ。3着持っていただきましたね。パッて目の前になったのが3着だったな。これはグレーのね、スーツで、そうこれが青。これかっこいいですね。これいい色っすね、うん、それがタキシードですね。これタキシード編。それ何やったっけ。会社の表彰式で、会社の表彰式でタキシード使うっていうのとか、まあ、作れ言うて作らしたんですよ。これいいっすね。高級感あるわ。映ってるか。映ってると思います、うん、俺ガラモンがあんまり苦手で、苦手っていうか、うん、あんまり似合わんから、無地で一色。
でちょっとこう袖口を色変えたりとかしてね、こうやっておしゃれにしてるつもりは、結局誰が着るかって話になってくるかな。この感じは誰が着るかです。誰が着るかです。ありがとうございます、はい、塚さんも今でも僕からスーツ買っていただいたりしてるんで、してるな、はい、やっぱ大阪桐蔭っていうところで塚さんと出会いまして、今でもこうやって仕事上で付き合いができてるっていうのはすごいいいことじゃないですか。あんまりおらんけどな、高校出てからあんまりこう関わるっていうのが少ないっちゃ少ないかな。あ、なるほど、うん、僕の場合はね、後輩かなんかから聞いて、田畑君スーツやってるよって、はい、でまあ持ってこい言って、めっちゃやり始めの時っすよ。そう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 、ほんでいきなり塚さんから「もうなんでおらんとけん」みたいな電話来て、そんな言い方したっけ。言ってたよ、ほんま早来いよ言って、ほんでもう次の日ぐらいに行かしてもらって、うんうん、兄ちゃんこうだわみたいな感じで、みたいな。僕その時期はちょうど始めたてで売れてなかった時期やったんで、すごい嬉しかったんです、その先輩の言葉が。それが今でもすごい印象的に残ってますね、うん、仕事始めに一発目塚さんが声かけてくれたっていうのがすごい印象的です。そうやな、応援っていう感覚で作ったかな、その時は。はい、そうですね。でも今でも着てるからね、それ、そのスーツ。はい、ありがとうございます。かなり、2年前ぐらい、2年もっと前か、2年ちょっと前ぐらいかな。2年ちょっと前ですね、うん、で塚さんで言うと働いて1年半ぐらいか。そうやな、そんなもんかな、1年経ったぐらいかな、まあ、みんなびっくりしてんじゃない、桐蔭の子たちは。お前何してんねんみたいな。僕は多分パッて出てるんで、そうやな、結構知ってくれる方が多いんですけど、スカッサの場合は結構これで知れ渡るというかね。そんな感じ、はい、やばいな、ね、ちょっとエステとか言っといてよかったんじゃん。いらんっす。いらん、絶対いらんっす。いらんから。せでも思うねんけど、はい、まあ、お金の話とか結構してるから、お金先生になるんやったらお金自分が豊かじゃないとダメなわけや、まあ、これもちろんさ、ね、これいつも言うけど、例えば、まあ、ダイエットにしましょうとジム行きましょうってなった時に、ジムのインストラクターがめっちゃ太ってたら教えれるかっていう。それと一緒の感覚で、まあ、半分あえて見えるものを身につけたりとか、住んでる場所もそうやけどっていうのがあるよ。これ待ってな、生きてるって思われるかもしれんけど、違うんですよ皆さん、あんまり全然違いますからね。俺は別にそう思ってないよ。でもね、やっぱ、ね、いろんな向かい風があるよな。確かにね、いろんな風があるから。でもそれはしっかり成績で結果とね、そうそうそう、見していきましょう。これからね、お前も頑張らなかったよ、ほんまに。いや、ほんま頑張りますよ、まあ、あくまでライバルみたいなもんですからね。確かにそれはあると思います、うん、塚さんに負けないように頑張りたいと思ってるんで。そうやな、はい、こいつが俺越してきたらもう何言われるかわからないんでね。ほんま、こいつ今でもこんな感じですけど。いやいやいや、多分ガーン上から来よるよ、これ。いかんいかん、大丈夫かな。いかん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 。塚さんが、僕もそうなんですけど、仕事で一番大事にしていること、なんかあります、うん、質問やな、聞きたいんですよ。大事にしてることか、はい、まあ、やっぱ仕事からコミッションっていうのが絶対あって、はいはいはい、まあ、例えば契約したら、まあ、コミッションがあるんよね、はい、それどこでも一緒で、はい、うちだけでもなくて、例えば車の営業してる人ともそうやし、不動産営業してる人もそうやけど、うん、絶対こう隣り合わせになると思うんやんか、はい、ただやっぱりこうコミッションベースで仕事をしてしまうと、要は自分軸ばっかり仕事をしてしまうと、やっぱり成績伸びづらいよねっていうのはある。でそれって結構難しくて、まあ、自分が売れたいからとかで人にこう営業してしまうっていうのがどうしてもやっぱりこうありがちやねんけど、それをいかに抑えて相手のこの要望にいかにこうスマートに応えるかっていう。あ、なるほど。それが例えばビジネスにつながらなくても、その人が喜んでくれたらそれでいいっていう感覚をいかに持てるかと思ってて、はい、それは今僕できてるかって言われたら分からんねんけど、それは常に思ってるかな。あ、それを意識してる、うん、それは大事かもしれんな。売れてる人って結構それはできてるかなっていうのは思うな。言うことちゃいますね。言うことちゃうやろお前。お前お前大阪桐蔭高校やぞ。ええとこ出てるからほんま。僕の仕事で大事にしてるから、うん、そうやな、お前もそれ聞きたいな。まあ言わせてもらいますけど、うん、ちょっと演じる部分はあるかもしれないですけど、うんうん、そんなうまいこと言えないんで単語でいきます。うん、気遣い。お、僕は気遣いっていうところはすごい大事にします。キャッチーなワードから入りましたね。そうですね、そのやっぱり心は、気遣いっていうのはすごいよく使われる言葉やけど、うん、できてるできてないっていうのが些細なところまで目を配ると奥が深いんですよね、うんうんうん、簡単に言うともう座席でも座る場所からでもまず気遣い。わかるわかるわかる。でお客さんとお会いする時からでも気遣いやし、うんうん、もちろんスーツでお会いする時とかでも、うん、もう気遣いじゃないですか、うんうんうん、何やった朝起きた時から気遣いが始まってる可能性もあるじゃないですか、うんうんうん、そういうところの奥深さっていうのをすごいこの仕事とか社会に出て勉強しましたね、うん、お前なんか成長したな。甲子園で骨折しただけの男が思ってましたわ。いやいや、全然、あ、そのこと言うようになった。ちょっとなりましたね。ああ、やっぱそうか、はい、ちょっと学ばせていただきました。西谷浩一のおかげっていうのもあるんちゃうか、これは。西谷先生のおかげです。なあ、ほんまに、はい、意外と難しいもんね。意外と難しくて、でもそれさえできてればチャンスが増えてくると。うん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 、
そうやな。そう、居酒屋の店員とかでもそうやん。全然違う、接客とか。全然違う。そういうのって結構また来ようかなって思ってるんですよ。もうやっぱ営業してる側からするとそういうのすっごい身につくよね。わかるわかる。すごいそこは意識してやってますね。気遣いか、はい、勉強になります。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。師匠そうやな、大事大事。まあそのぶっちゃけ、お前絶対悪くないっな。ぶっちゃけやっぱ YouTube なんで年収とかめっちゃいろんなところが噂は聞いてた。こう年収がいくらとかそれこそそうやし、あ、はいはいはい、塚さんの YouTube をやれとで結構ぶっちゃけてこいと結構なんかねチクチク来るんよ。なるほど、チクチク来てた。知りたいねんな。当然年収はいくらとか言えないけど、想像にお任せしますってダメですか。いやまあ想像にお任せします。俺は全然いいよ。このえぐいぐらいでかテレビとこの風景、まあ、高所得者の、まあ、一応人口の 4% とか言われてるんだね。人口の 4% の割合には入ってるんじゃないですか、この方は。そうやな、超えてるんかな、どうやろうな。なんか見せるもんとかあります。車は何乗ってるかぐらいは言えるよ。車何乗ってるの。車はあのポルシェのカイエン。え、クマや乗ってるな。やっぱこう、無理してるよ。無理してる無理してる無理してる。してへん、そう見えるけどな。無理してるよ、お前。話題変えましょう、ほんまに。ちょっと今苦しめてます。苦しい、だいぶ、はい、これ後輩に詰められてますね、す完全に。ちょっとやっぱ聞けないこと聞きたいんで。まあ、でもね、年収でその人の上下は関係ないから。そう、それは関係ないですね、でも貢献だと思ってるから、収入はね。ただそれの一つの、まあ、バロメーターですわ。すごい面白い。でも今日は一応大阪桐蔭の甲子園でホームラン打った2人、僕と塚さんなんですけど、仕事でも成功してるのかっていうのを取ったんですけど、今回の検証的には成功してるでよろしいですか。してないな。してない。成功はしてない。成功してないけど、この生活状況じゃないですか。その心得というか、どういうモチベーションなんかなってすごい思う。成功してるっていう人は言うやん、この生活で。成功の定義って人それぞれあるけど、単純にやっぱ僕よりすごい人が山ほどおると。あ、もう見てきてる。うん、なるほど。だから山ほどおるし、まあ、それが例えば、まあ、さっき言ったテレビの大きさで判断されるわけでもなく、年収のような稼いでる額で判断されることもないからなおさら思うねんけど。確かに、だからなんで、だから今この現状のになった理由っていうのは、あんまプライドないねんか。その自分なりの色を出そうっていうのは全くなくて、はいはいはい、逆にすっごいできる人の真似をしてきた。あ、そうなんや。やっぱり同じ時間を共有するっていうのはすごい意識してきて、例えばゴルフしましょう、ご飯食べましょうっていうのも、やっぱりこう仕事できる人、自分が尊敬できる人にもう無理やりついていったとか。すごいね、それ。それすっごいあるな。でも野球もさ、まあ下手な時代あったじゃないですか。まあ今でもそんなね、下手下手下手、プロ野球選手になれてないからさ、真似るもんね。そう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 。スタートは。そうそう、大事、めっちゃ大事だと思う。プロ野球選手の真似しようとかさ。そうそう、そんなんでいいと思うね。仕事も一緒。それを司さんを仕事で生かして、もう表現してるっていう状態なんや。だから自分で全く能力あると思ってないけど、人の真似をする能力はかなりあると思ってね。ああ、それすごい才能かもしれないですよね。そうそうそう。すぐだからこう、まあ、スポンジ状態な。誰か教えてもらったらすぐ吸収してすぐ使うっていう。すげえ。そうそうそう、すぐ真似をするから、持ってるものから。だからできる人の、まあ、持ち物かもしれないけど、結構こうその人の口癖とかあったりするやんか。そんなんもう似てくんねやんか。マジで。そう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 、すごいな。それぐらい意識的にそういう人と一緒にいたい、いようと思って動いてるから、今でもそう、それは。なるほど、うん、でもそれが成功ではないけど、今の生活状況につながってるっていうことで、ね、そうそう、近づいてるって感じかな。すげえ、それはほんまに誰でもそうやと思う。なるほど。やっぱ自分一人で努力できるっていうその限界っていうのはあんねやんか、はい、僕の中では。じゃなくて、もっと近道があるじゃんっていつも思うね。なるほど。近道はまずもう真似ていくことや。真似やと思う。ほんならその人になれるんじゃないかっていう。そうそうそう、なれるというか、まあ、近づくというか。やっぱできる人ってそれぞれの理由があるからできるわけで、その理由はじゃあ何なのかって話だな。まあ一緒におったら絶対分かるもん。分かる分かる分かる。なるほど。それは絶対あると思う。野球も一緒やし、仕事も一緒やと思う、それは。いい話いただきました。そうやで、俺でもこれめっちゃ俺できる人間みたいな思われてないから、全然違うからね。僕ができるできる。これ例えられんねんけど、例えば絵の具のパレットがあって、はいはいはい、で例えば自分の色、前これがプライドとして自分のやり方とか、色がもう着色されてたら、その人からの違う色が来てもやっぱりその色になれへんねん、濁っちゃうねんな。なるほど、でも僕真っ白やから、それこそ野球しかしてなかった。はいはい、プライドもそのあるわけないねんか、仕事で成功するって置いて。まあそれは僕も一緒ですよね。そう、一緒やろ、だから真っ白やねん、そのまま色塗れるわけ。なるほど。そのままできるって。もう全部吸収してんねん。全部吸収してる、全部真似してる。怖い、でも僕もちょっと似たようなところあって、プライドはほんまなくて、なんかこうやって YouTube でもペラペラペラって喋れるし、そんなに俺は大阪桐蔭の4番バッターで大谷から打ったんやっていうのじゃなくて、たまたま打てたし
たまたま優勝できたと思ってるから、うん、でもちろん仕事に関しても言ったらもう仕事のための勉強をしてきたわけじゃないやんか、うんうんうん、野球のために学生生活を送ってきてオーダースーツのためにずっと勉強してきたわけじゃないから、うんうん、すごい僕もね塚さん似てて吸収ばっかり。意外とだから僕らの甲子園ちょろっと出てくるやけどこいつらそれこそな党員でまあバリバリ4番打ってて大谷翔平からホームラン打ったれて多分勘違いされると思うなみんなからこう結構プライドがあるとかそうそうセンスがあるとかそう全然なくて逆にこうやって野球の道で生きてきた人間ってめちゃめちゃ素直やねんなそうっすね、うん、分かる分かるほんまにそれは僕もないんですよああそうやなそういうとこはちょっと似ててね、うん、今でもこうやって仕事の話はできてると思うんですけどそうやなそれはあるなでもう一点あるんですけどうん結構ね、インスタグラムとかで若い子から仕事のアドバイスくださいとか仕事のアドバイスそうやね、うん、後輩たちになるんやけど、うん、例えばまあ起業したいだとかお金稼ぎたいとかそういうのが結構僕のところにもしてくれてて、うんうん、僕からでもお答えはしてるんやけど、うん、塚さんからの後輩たちへのアドバイスとかもちょっと聞いてみたいかなそんなアドバイス送れる立場じゃないけどねいやいやまあ僕もその立場じゃないけど、うん、聞かれたらやっぱり答えないといけないから、うん、そうやな、まあ、でも言えることはやっぱり好きなことを仕事にしてほしいよねああ好きなことね、うん、はいはいはい熱中できるものって感じ、はい、やっぱりさ野球でもそうやしヒット打ちたいホームラン打ちたい甲子園出たいって言うから練習頑張れるやんかもちろんそうこれは仕事でやったらやりたいことが職にできてるかっていう話で、うん例えばやりたくない仕事をやってたとしたらそれで上司からなんか言われんやろあれせえこれせえって言われますそれはこの会社でヒットが打ちたいホームラン打ちたいって思ってなかったら努力もしないわけやんかはいはいだからやっぱりやりたいことするっていうのは大事ででもみんなやっぱりさやりたいこと仕事にできてる人ってまあ数パーセントって言うけど実際それって結構リスクを考えてこう一歩踏み出されへん子たちって多いと思うなんか多いですねうんそれじゃあそれやりたいことを仕事にしてそれで飯食っていくっていうまあ要は甘いはい、前というか自分の夢やんかそれを叶えたいのにそれはずーずーすぎるよねリスクを取らんみたいな確かに確かに、うん、よく言うやんリスクを取らんことがリスクみたいな話を聞くねんけど、はいはいはい、それって結構僕も、まあ、確かになと思ってて意外とそれが守備面ばっかりディフェンス面ばっかり見てしまうとそれが最大のリスクになったらすごい思うなるほど、うん、だから仕事はそりゃね人生の何割を占めるよ生きていく時間の中でそれで好きなことを仕事にできてる人とそうでない人はやっぱ差はつくよ確かにね絶対つくよだから努力できるしだから勉強できるし、はい、ぜひそういう仕事を見つけてほしいよね確かにそうですね、うん、塚田さんからのアドバイスいただきましたアドバイスになってればいいんですけど僕は今好きなことできてるんでこういうことしか言えないですからねなるほどありがとうございますじゃあ皆さんチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございましたバイバイ僕も元々少年野球でチームさんとか対戦したこともありました。はい。ほら。